現在我が家では NTP サーバーの運用実験をしています。当初我が家の一番正確な時計というと電波時計ですね、 JJY 超波の時計信号、時間信号を受信して、時間を調整する電波時計が一番の正確な時計でした。しかしこの JJY の超波、福島の40キロだったかな、40キロヘルツと、九州の佐賀だったかな、佐賀の60キロヘルツの電波は超波で、電離層の影響を受けてですね、季節によって、我が家の近畿地方ではですね、受信できない時間帯が多々ありました。ですからこの電波を受信できない時間帯ではですね、時計を構成、時間が狂っていたとしても構成することができません。そこで正確な時間を知る手段としてですね、ネットワーク経由の NTP サーバーからの、時間情報を受けて、合成するということも可能なのですが、正確な時間、どうしてもネットワーク経由ですと、そのネットワークの込み具合なんかによってですね、情報伝達が遅れたり、行きと帰りの時間的な遅れが異なることによる誤差がどうしても生じるということで、宅内に NTP サーバーを置くことによってですね、その上りと下りの時間差とかネットワークの混み具合というのも宅内の LAN であれば、そんなに混み合うとかいうようなこともないですし、またその NTP サーバーの時間構成というんでしょうか、修正も、GPS 衛星からのですね、非常に正確なナノオーダーの狂いっていう電子時計、原子時計、ルビジウムだとかの原子時計で正確に構成された、時間をですね、 GPS 衛星から得ることによって、非常に正確な時間を把握することができるということで、我が家に、GPS 時計、GPS 時計はこちらですね、こちらの GPS 時計ユニットと、その GPS の正確な時間をこちらから受け取ることによってですね、NTP サーバーとして動作する NTP サーバーキット、この2つを宅内に据え付けることによってですね、宅内の LAN 内では非常に正確な時計が受け取る、パソコンとかネットワーク経由でですね、非常に正確な時間を受け取ることができ
対して組み上げたんですが、どちらもキットで組み上げたんですが、どうもこちらの GPS 衛星からの時計は問題、まあ問題がないといえば実際あったんですが、これに使用する GPS 受信ユニットがですね、ケーブルで何メートルも延長して衛星からの電波を受信できるように延長する、また宅外にもその受信機を設置することができるユニットを選択しましたので、風雨にさらされても問題のないようなユニットを選択しました。そうすることによってですね、このキットが想定していた、PPS パルス、1秒間に1回のパルス、非常に正確なナノオーダーのパルスを発生する GPS 受信機を選択しましたので、それによる正確な時計をこの衛星、GPS 受信時計っていう面でしょうか、 GPS 時計と NetP サーバーによってですね、非常に正確な時間を把握できると踏んでいたのですが、私が選択した GPS 衛星受信機が元々のこのキットではサポートされてなくてですね、このそれぞれのですね、あのマイクロコンピューターのファームウェアを書き換えて修正することによって、私が選択した GPS 受信機も使用できるようになったのですが、電源投入後スタートして半日間ぐらいの間ですね、どうも正確な時間から少し進んだ500ミリセカンド程度進んだ状態が観測されたもんですから、このキットの開発元にこのあの狂った状態でスタートしますよということで報告させていただいたところですね、確かにそのような症状を開発元でも確認しましたと、修正する方向で、やってみますということで、修正する作業を行っていただける予定になってたんですが、私もどのように狂ってるのかとかですね、そのあたりを観測するためにこのユニット以外にですね、非常に正確な GPS からの信号を受信して正確な時計を宅内で観測する NTP サーバーというのを今流行りというかのラズベリーパイ、こちらがラズベリーパイなんですが、宅内にこれを含めて現在3台のラズベリーパイがあるんですが、初期のラズベリーパイの1の B プラスというのが一番私の所有しているので、古いラズベリーパイなんですが、これが眠ってたもんですから、これを利用して実際宅内に GPS 受信機をラ
ラズベリーパイに接続してですね、接続してテストを行い始めました。実際にはですね、実際にはこの GPS 時計と NTP キット、これが先ほどの 12V で動作してるんですが、これが先ほどのバックライトが、液晶のバックライトがオンしてる時とオフしてる時とによって、まあバックライトの白色の LED がですね、非常に電気を食うもんですから、バックライトオンの場合ですと 12V で、50mAぐらい食うのが、バックライトをオフすると半分ぐらいに減ってるんですね、25mm 前後。それからそれに、バックライトオンの状態で GPS 受信機をつなぐとですね、50ミリぐらいのやつが80ミリぐらい、80ミリから、まあ、70ミリぐらい、PPS パルスが100ミリセカンド10分の1秒間ぐらいパッ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 と続くんですが、そのオンしてる時に80ミリ、オフしてる時に68ミリ、のような、あの消費、電気をこの GPS 衛星受信時計キットですね、時計キットでこのような状態でした。それに NTP キットですね、 NTP キットやはり 12V で NTP キットを接続することによって、バックライトが、これも液晶表示器がついてまして、バックライトがオンしてる時に 200mA、 オフの時に 20mm 減って、 180mm、 それに先ほどの GPS 時計キットを接続することで、バックライトがオンにしている時に 280mm、 オフしている時に 240mm、 それぞれ 12V を供給すると 3.36W の 2.88W というようなことで、2.88W とかまあ、3ワット前後なんで、知れているといえば知れてるんでしょうが、24時間365日、電源が入りっぱなしなので、このぐらいの消費電力がどうなのかなということなんですが、ちなみにこれが狂ってるということで観測し始めたラズベリーパイ1のお蔵入りしてたラズベリーパイ1の B プラスで GPS 受信機込みで 5V で 330mA、 1.65W ですか、バックライトオンしてると思った時の 3.36W に対して 1.65W ですから、半分の電力で、同じような機能が達成できると。ちなみに、昨日最新のラズベリーパイ3の B プラス、これですと高速で、ネットワークで、動画なんかも小文字せずに再生できる方々のコンピューターなんですが、これですと倍近く520mAの 2.6W、 先ほどのバックライ
ト付きと同じぐらいの、まあ、電力を消費するんですが、ラズベリーパイでこの2種確認しています。先ほどNTB サーバーキットが電源投入時にですね500ミリセカンドほど進んだ状態で、狂ってるというようなことをお話ししましたですけども、このようにですね電源投入時に600ミリセカンド以上オフセット、サーバーキットがオフセットしているのがですね、これ9月30日の午前0時ごろですかね、スタートさせた時には600ミリセカンド以上進んでいるのがだんだんと、アクリ比、アクリ比というか、真夜中のスタートしたのが、アクリ比というか同じ9月30日のお昼12時頃にはですねほとんど正確なオフセットがないような状態にだん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 と狂ってる状態が修正されてくるというようなことが、最初この状態とこの状態を目視で、LED のパルスが100ミリセカンドバッ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 とつくんですが、その状態で気づきました。でこれを定量的に観測できないかなということで、先ほどのラズベリーパイで NTB サーバーを上げてですね、この NTP サーバーのクライアントから先ほどのこのキットに対して時間の問い合わせを行って記録して、GPS ですか、これですね、12-0-0-2-2-R というアドレスに対して合わせした時に、GPS 衛星ラズベリーパイの GPS で受信しているのから618ミリセカンド、進んでますよ、オフセットしてますよというように記録でですね、ラズベリーパイの NTP サーバーが動いてるラズベリーパイからですね、この情報を NAS の方に書き出して記録したものをこのスプレッドシートというんですかに書き出して、ラズベリーパイの GPS のデータの情報、それから GPS 衛星のの情報、それからネットワーク経由で、問い合わせした情報というのをそれぞれオフセット、ラズベリーパイの情報、時間情報、それに対して GPS と NTP サーバーキットの、情報、それからのネットワーク経由で外部に問い合わせした NTP サーバーの情報それぞれをプロットしています、ということでプロットするためにラズベリーパイで NTP サーバーを組み上げたんですが、ちょっとラズベリーパイに比べてですね消費電力がでかいでかいなと、液
所用のバックライトを、これがラズベリーパイで NTP サーバーが動いてるパイですね。実際リボートしてはいけない。一番上が0-0というのがこのパイ、ラズベリーパイの NTP サーバーというのは自分自身なんてディレイはなくて、オフセットがマイナス 0.046 というのはミリセカンドですので、オフセットが46マイクロセカンド遅れてますよということなのかな。ジッタが Taiwan で組み上げた NTP サーバーのデータですね。これがディレイがコンマ716、716マイクロ、まあ1ミリ以下、ネットワークのランの内の宅内のといった部内にありますので、1ミリも遅れずにデータが来てますよと。今度は011ミリセカンド、11マイクロセカンド進んでます、いや遅れてますよということなのか。ジッタが先ほどよりも大きくて、143マイクロ、まあ、これはネットワーク公開しているので、ジッタが出ているということがやっぱし、ネットワーク100メガのネットワークで今通信してますので、それのネットワークでのブレーだと思います。その下が先ほどの0220というのが NTP のサーバーキットですね。 GPS 衛星が、あのこれがディレイが同じランナーにあるんですが、応答が少し遅いんですよね。マイクロコンピューターの応答が遅いので 1.456 ミリディレイが生じてますよ、応答をしてくるのがですね、多分マイクロコンピューターのネットワークのパフォーマンスの差だと思います。オフセットが 0.113、 1ミリ以下ですね、113マイクロセカンド進んでますよと。ジッタが 0.084 ということは84マイクロセカンドのジッタがあります。
その下が NTP 23の肉との GOJP だったかな、これは1外部 の、ね、あのサーバーの情報でですね、ディレイがやっぱし1ですので11ミリ、ピングとほとんど同じデータでした。ピングでこのサーバーに対してピングを打つと10ミリ前後サイズのカードのコンピューターでスタート X というようなことで、パソコンとしても使えるようなカード型の、カードが名刺サイズ型のパソコンサイズのカード型のコンピューターですね数千円、電源とかなんとか缶とか入れたら、メモリー
まあ、電源メモリー入れて、まあ、1万円以下で、それと GPS のアンテナ2,000数百円、まあだから1万円プラスアルファで NTP サーバープラスパソコンができるあ、まあそっか、 USB のキーボードのマウスがないとあれかな、パソコンとしては使えないですけど、 NTP サーバーとしてはうん、画面もキーボードもマウスも必要ないので、はい、というような ことでですね、非常にまあキットメーカーさんに関しては非常に酷な話かもわからないですけども、パフォーマンス的にはラズベリーパイの方がいいようですね。まあ、確かに液晶表示器なんかがないので即座に時間とかは目視できないですけども、 NTP サーバーとして利用するには液晶表示器なんか必要ないので、プラス USB の受信用受信機、2000円前後のものをつなぐだけで消費電力的にも少ないですし、正確で記録もNASに書き出、ちょっとスクリプトを組んで書き出すだけで、このようにですね、これがラズベリーパイ3で構築したデータですね。オフセットとジッタ、この 119bps というのがラズベリーパイ1で構成した NTP サーバーのデータで、これが GPS 衛星キットプラス NTP サーバーキットのデータ、これが1のデータ、これをI3 の NTP サーバーのクライアントでデータを収集して NAS に書き出したデータです。実際この状態がですね、自分自身のラズベリーパイ3の BPS のオフセット時間がですね、このようにほとんど、まあ、ここだけ、これはちょっといじくって、アンテナが外れたりとかした時の落ち込み、このデータがパルス的にちょっと見てますけど、通常、2マイクロ2、3マイクロ以内でですね、オフセットが経由で、ラズベリーパイの初期型の GPS の NTP サーバーに問い合わせしたデータが、ネットワークの遅れるのとかなんかもあると思いますけど、30マイクロセカンドから65マイクロ
イクロセカンドぐらいまでのオフセットですか、これが、GPS 時計キットプラス NTP サーバーキットを観測している、ラズベリーパイから観測しているデータで、ここで180ミリセカンドやってて、リブートさせたのかな、リブートさせた後、後のデータが少しちょっとまあ狂ったのかな、あの1の肉と手合わせしてるやつもランナーの準備サーバーキットに対しても少しオフセットが出てますから、この時の影響でしょうね。リブートしたりとか、これはジッタ、コンマ002ミリセカンドですから、2マイクロセカンド程度のジッタですね。自分自身ですね。これはネットワーク経由でラズベリーパイ1に問い合わせしている、ここで。セカンドほど、これは多分何回かな、ここでバドゲーキットプラス、ここもちょっとありますけど、これはネットワーク経由で外部のサーバーに対して問い合わせしているので、あの組み合ってるとかの音がすぐに返ってこないということで、多分ジッタが16ミリほどジッタが観測されているようです。ということで、このでラズベリーパイで構築することによってですね、このようなデータもダンスに書き出してパソコンでその状態を見るとかいうようなことも電力消費面もですね、先ほども言ったように、キットに比べてラズベリーパイで構築することによってですね、パフォーマンスの低いラズベリーパイ1ですの半分以下ですし、電力的にもそれからあのデータを収集する上でもですね、の方がパフォーマンスがいいのか、コストパフォーマンスがいいのかなという気がします。じゃないと、キットですと、このパイのようにクライアントとして使えないので、サーバー機能しか備えてないので、他のサーバーを監視して、このデータを吐き出すとか、いう分析もできないので、分析するんであればやっぱりラズベリーパイでやっぱり構築するのが一番かなと、まあ、パソコンでもできなくはないですけども、何十ワット何百ワットの電力を消費しますので、ちょっと話にならないというようなことじゃないかと思います。はい、というようなことで、今回は NTP サーバーの電力消費に関して分析しました。以上です。